見事優勝はゼッケン3番チームシューウィゼイチャーレース堂園シュー選手、おめでとうございます。堂園選手、どうぞ表彰台にお上がりください。第2位にはゼッケン5番ルーチェモータースポーツ栗山雅樹選手、おめでとうございます。第3位です、ゼッケン9番ルーチェモータースポーツ乾大和選手、おめでとうございます。まずは3選手にウィーナーズキャップが贈られます。プレゼンターはロータックス社からのアレックス様です。よろしくお願いいたします。ミニクラス制しました3選手にウィーナーズキャップが贈られました。続きましてシャンパンファイトです。この開幕戦見事優勝をつかみ取りました堂園選手に、そして第2位の栗山選手に、乾選手にも今シャンパンが贈られました。それではいきますよ、シャンパンファイトお願いします。皆様大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。嬉しいですね、笑顔が溢れます。さて続きましては優勝をしました堂園選手には賞金ボートが贈られるんですけれども、では皆さんのシャンパンを足元に置いてください。ちょっと飲んじゃった。美味しくなかったのかな。もう勝利の美酒です。おめでとうございます。堂園選手に、そして栗山選手に、乾選手に賞金ボートが贈られました。おめでとうございます。続きまして青少の盾が贈られます。今年もクリスタルの盾、これ本当にかっこいいですよね。では賞金ボートを足元に置いていただけますでしょうか。ミニクラス、こうして小学4年生になりましてマックスクラス、このマックスシリーズに参戦することになった堂園シュー選手なんですけれども、この、はい、水波シリーズ開幕の優勝となりました。おめでとうございます。それではインタビューしていきたいと思います。おめでとうございます。もう本当にマックスシリーズ、水波シリーズとしては初参戦だったと思うんですけれども、どんな気持ちで挑みましたか。勝ちたいと思いました。昨シーズンは秋ヶ瀬で全勝チャンピオンを飾ったというシュー選手なんですけれども、マックスとそして KT と違いがあったんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりはうまく克服できました。はい。どのくらい水波っていうのは練習されたんですか。5回ぐらい。でもまだそんなに数は多くないと思うんですけれども、見事優勝となった今の気持ちまた聞かせてください。嬉しいです。明日は第2戦ということですけれども、明日に向けて一言お願いします。明日も勝ちたいです。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。堂園選手にお話を伺いました。それではフォトセッションになりますので、選手の皆さんもう少し中央に集まっていただけますか。ミニマックスクラス、もう本当にレース序盤から中盤にかけて何回も何回もトップ争いを繰り広げられている中で、誰が前に来てもおかしくない、そんなバトルを見せてくれました。明日の第2戦も期待してください。改めてご紹介です。第3位は乾大和選手、第2位栗山雅樹選手、優勝は堂園シュー選手でした。おめでとうございます。